おはようございます。今日はね、もう遅刻ですよ。友達、親友と待ち合わせしてるんですけど、ちょっと遅刻で水道橋からダッシュで来ました。今日来てるのは東京ドームになります。今からね、都市対抗で親友の応援ですね、やっていこうというところです。あ、おっとおっと、最高のカメラワークで、うん、来た、うわー、そっちか、それは本当の仕事しすぎやな。いやー、いい試合でしたね。非常にいい試合でした。いやー、今日の試合めっちゃ面白かったですね。いやー、東京ドームもいいですし、東京ドームもいいですし、いやー、面白かったですね。都市対抗、今日はね、あの先輩の、あ、先輩じゃない、あの同級生の JFE の中澤っていう、まあ、親友の選手と、あと東海レックスに補強で宇都口っていう後輩いたんですけど、その2人の応援で2人とも活躍しててすごい良かったと思います。久々に来たな。久々に来ましたね。久々に来たんです、渋谷に。これか。レモンサワーいいなとか思ってくる。うまい。バチバチやな。あ、でも。ごちそうさまでした。あの筋肉食堂は、あの前からずっと行きたかったお店なんですけど、あのめっちゃ美味しかったです。メニューにタンパク質とか脂質と糖質の数値とかも書いてあって、もう本当になんかトレーニーとか健康な人たちのための食堂かと思いきや、いろんな人におすすめできるところでした。じゃあまた、またよいしょ、よいしょ、またね。はい、というわけで、今東京から帰ってきました。いやー、今日はすごい楽しい一日でしたね。去年コロナとかで東京に行ってないので、本当に2年ぶりぐらいの東京と東京ドームだったんですけど、いやー、面白かったですね。やっぱ都市対抗すごい面白い。社会人野球
都市対抗すごい面白いですね。久々に会えた人たちもいてすごい良かったですね。親友くんも一緒に過ごしてくれて、もういろんな話、久々にいろんな話ができてめちゃめちゃ刺激になりましたね。また明日から仕事に野球に頑張っていきたいなと思います。明日また朝早いんで、今日はもうこの後お風呂入ってストレッチしてゆっくりして寝ます。今日もね、一日 Vlog 見ていただいてありがとうございました。動画がね、面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。本日の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。